はい、どうもパチオです。皆さん昨日何があったかって把握されてます？僕もね、深夜に起きてちょっとびっくりしたんですけど、まあね、とある界隈でなんかイベントはありましたね。僕の方ではね、基本的にあんまり触れないんですけど、いや、そういうことあったな、すげえなっていうのだけね、まあ共有したいからちょっと喋ったっていうね。まあね、富士山ね、岩の上に上がれと言ってたけど、まあ、僕はね、特にネタがあるわけでもないし、まあ今ね、ちょっと参戦するあれでもないんで、岩の横でね、のんびり見させてもらおうと思ってますけど、まあね、誰かしらいつか何かあるよねっていう話ではあると思うんだよね。僕が顔出してるのと一緒でね、早いか遅いかっていう話はあると思うんだけど。はい、ということでですね、今ね、めっちゃ俺ね、今自撮り棒でこう喋ってるからね、ガン見されたね撮影かみたいな感じに思われたろうね。だって今日の話題はまあ全く別の話なんですけど、皆さんね、ゲームとかやられますかね？僕ゲーム大好きで、今もまあよくゲームをやるんですけど、キャラクター選択をすることができるゲームの時に、男性キャラを使いますか、女性キャラを使いますかっていう話があります。僕はね、基本的にほとんどの場合女性キャラを使います。そしてね、まあ、女性キャラを使ってる男性という立場を取るんですが、その中でも何回か女性キャラを使ってる女性を演じたことがあります。まあ、世間でいうとこのね、ネカマってやつです。ネットオカマっていうね、そういうものがね、世の中には存在しまして、今日はね、その時の思い出話というか、そういうことをね、お話ししていきたいなと思います。そしてね、男性キャラを使ったり女性キャラを使ったりすると、メリットデメリットってのが存在するんですね。その話をね、ちょっとしていこうかなと思います。まあ、まずそのメリットデメリットなんですけど、ゲームの世界で男性キャラと女性キャラの能力が違うっていうゲームはほとんど存在しません。まあね、現実社会だと、男性の方が、身体能力がとても高いで、まあそれだけなんですよね。じゃあ女性の方が素早かったりとか頭が良かったりするかって言ったらそうでもない。なんだけど、男性、女性を選ぶことに対してもメリットをつけなきゃいけないじゃないですか。そんな生々しく人間の身体能力を数値にするわけではないんで、ゲームの世界は。ということはね、まあ、男性も女性も同じ能力ということが多いんです。で、そうなった時に、メリットあるんですよ。男性にしかつけれない装備品、防具とかね、ほとんど存在しないんですけど、女性にしかつけれない装備品とかは結構あるんです。そういう意味でもちょっとコレクション的な意味合いもあるし、まあ、能力的に使いやすい使いにくいっていうのもあるし、まあそういう意味でも女性を使った方がまず有利なんですね。女性キャラ使った方が有利なんですよ、ゲームってほとんどの場合で。それでもね、女性キャラが使えないゲームっていうのが存在します。あれ使えたかな、今ちょっとふと思ったんだけど、ドラクエの5って結婚するからさ、ストーリー上で、まあ女性と結婚するして子供生まれるわけだから多分使えないよね、男性しか。まあ僕はドラクエのね、1、2、3、4と、まあ順番にダーッとやってって、オンラインの9以外はあ、いや違うな、もう一個ぐらいオンラインなかったっけ。いやなかったな。9以外は全部やってるような気がするんだけど、
まあ、なんですけど、キャラクター選択ができる場合は 100% 女性を選んでます。なぜならその方がメリットが大きいからです。そしてですね、まあ、他のゲームでもそうなんですけど、自分がプレイをするときに、100時間、200時間、300時間、まあ、ものによっては1000時間を優に超えるぐらい僕はプレイをするんですけど、その間ね、ずっと画面上に、むさ苦しい男性キャラがね、映ってんのね。だんだん苦痛になってくるんですよ。最初ね、僕20歳ぐらいの頃まではね、男性キャラずっと使ってたんですけど、ちょっと苦痛になってくるんですよ。で、ちょっとね、気分で女性キャラを使ってみたら、それが思いのほか良かったんで、まあその頃になるとね、ゲームも進歩して、ゲームキャラのね、顔なんかを設定することができたりして、まあ自分の好みのタイプの女性の顔をね、デザインしたりね、まあ、体型とかもデザインして、そのキャラを使うっていうね、ほら、自分の好みの女性じゃないですか、ゲームキャラとはいえ。で、それをが画面の中で、まあ、いろんなアクションをしているのは、まあ、基本的に目の保養になる、気分がいい。で、自分がね、愛着を持って育てるわけですよ。まあ、それはね、非常にいいです。おっさん育てるより、女の子育てる方がいいです。まあ、そういうね、まあ、そんな理由ですね。で、僕なんですけど、まあ、さっき話したんですけど、女性を、まあ、基本的には女性キャラを動かしている男性なんですが、まあ、今の状態ですね。女性キャラを動かしている、男性ではなくて女性のふりをしたことがあります。ネットゲームでね。まあ、それがネカマっていうものなんですけど、ネカマにはね、ものすごいメリットがあるんですよ。なんでかっていうと、基本的にゲームって、まあ、今はそうでもないけど、男女比率って男性が圧倒的に多いんですよ。で、女性キャラ、女性のプレイヤーって、まあ、非常に少ないし、みんながね、チヤホヤしてくれるんですよ。で、僕も女性を演じてた時、まあ、非常にチヤホヤしていただきまして、で、まあね、課金アイテムとか、課金のね、キャラクターとかトレードできるゲームだったんで、そういうもんね、これいらないからっていう理由でもらったりなんかして、僕、ヒカキンプレイヤーだったんだけど、めちゃめちゃ強かったんですよ。まあ、その当時仕事してなかったってね、仕事してなくて、プレイ時間もめちゃめちゃ長かったっていうのもあるんだけど、だからね、僕、お金かけなくても、課金してるレベル帯の人たちと五分で渡り合えるぐらい、めちゃめちゃ強かったんですよ。まあ、なんなら言ってしまえば、そのゲームの、最高クラスの人たちがいて、その人たちの、同盟相手が俺みたいな、そういう状態。だから、最高戦力の人たちと普通に一緒に、ね、戦ってって、で、ね、女の子として、ちやほやされながら、ね、そういうことをしていたっていうね。でね、女性同士も数少ないじゃないですか。仲良くなれるんですよ。で、ただこれ気をつけなきゃいけないのは、僕が女性を演じてるわけじゃないですか。向こうの女性もひょっとしたら男性の可能性がある。で、明らかに、あ、この人男性が演じてるなっていう人も中には存在するんですよ。で、そういう時に、あんた本当は男でしょっていうことを言っちゃいけない。それはもう阿吽の呼吸、不分律として、お互い頑張ろうねっていうことで、そのネカマ同士のなんかね、阿吽の呼吸というかね、そんな感じだからね。実際喋ってみると女の子の流行りとかは
全くわかんないし、そんな感じなんだけど、でまあ僕の方もね、まあ、結局男だし、なんなら男の流行りですら俺わかんないのに、女の流行りなんかわかるわけないじゃないですか。まあそうなんだけどね、お互いなんかあうんの呼吸でネカマをやってる、まあリアルの女の人もいる。まあね、残念なこともあるんですよ。まあセクハラっすよね。まあ一応可愛い女性キャラを使ってるわけですから、あの女性だと思って近づいてくる人いるんですよ。でセクハラ的なね書き込みがあったりとか、ダイレクトメールでねエロメールが送られてきたりとか、あとねリアルで会わないかって言われたりとかね、そういうことはね多々ありましたけど、まあそういうのをねニヤニヤしながらやり過ごすのもまあネカマの楽しみなんですよね。まあだからね、僕はまあその時そのまあそのゲームではびこってる詐欺をね撲滅する運動をやってて、まあそこのグループの中のはまあ割と幹部的な存在だったんだけど、うん、まあ友軍的なそのメインでやってる人たちのまあサポートをするみたいな、そういう感じの仕事をしててね、まあ仕事ってね、無職で家でゴロゴロしながらゲームしてるだけなんだけど、まあログイン時間がね15時間とか超えてくるとね、まあカリスマになったりするんですよ。知名度が上がったりとかね。まあだからそうだな、そのゲームでまあその当時がレベル200ぐらいがまあトップ層だったんだけど、そのトップ層、僕がお付き合いのあった人がそのレベル200に多分そのゲームで一番最初に上がった人なんじゃないかな。でなんなら僕その数週遅れぐらいで行ってたんで、ヒカキンなのに、うん、でそのヒカキンプレイヤーだけど、なんでそんなことができたかって、その女っていうことを利用して、いろんなものをねゲットするんですよ。でそれを店売りして得た資金で課金アイテムをまあこれ騙してるわけじゃないんだけど買いまくるっていうね、まあ言ってしまえばさ、どんなゲームでもさ行動が制限されるんですよ、スタミナ消費とかして。でそのスタミナ消費をして行動するそのスタミナ回復アイテムは課金アイテムなんですよ。でその回復アイテムをそのレアカードとかとその交換するっていうトレードがねその当時ありまして、まああとお金と交換っていうのがあったんですけど、実はそのお金はトレードには使える、レアカードとかを購入するにはまあなんとか使えるんだけど、だけど実は価値がない、それ以外の使い道がない、しかもイベント戦闘でまあやたら手に入るから、まあ僕もその時何千億だったかな持ってたんだけど、全く使い道がなかった。でなのに課金アイテムがまあなんか100万上限だったんだけど、トレードが100万上限だったのにもかかわらず、課金アイテムは2万とか3万とかで交換されてたのね、その価値のないお金と。その1回そのイベント1回で2週間とかかなのイベントがあったら、その中でもう億とか手に入るのにお金が、なのに課金アイテムが 2,3 万で取引されてた、それおかしくねっていうのに気づいて、僕がその仕掛けたんです。その要するに回復アイテムを高値で買い集めるっていう僕そのモテる限度いくつだったかな忘れたけど、まあ、99だったと思うんだけど、そのもう常に99ストックしてるような。だからそのみんながチャットで言ってんですよ、回復アイテム誰か売ってくれませんか、3万でみたいなこと言ってるんですよ。僕30万とか50万とか言って買い集めてましたからね。でそれを僕が2週間ぐらいやってたのかな、そしたらねなんか高騰してきて、まあ、最終的に僕がゲームをやめる頃には課金アイテムは100万でも売らないっていう、まあ、100万あったらひょっとしたら売ってくれる人がいるかもみたいな感じにはなってましたね。まあトレードの上限額ですけど
まあだって課金アイテムですからね、それゲームで手に入らないですからね当たり前なんですけど、まあというね、そういうことをやっていたんで、まあ僕はね、ネット上で男性だったり女性だったりいろんなことがね、まあ最近はね女性キャラを使ってはいるけど男だよっていうスタンスでやることが多いんで、まあいいんですけどね。まあてか今はもうそういう女性キャラをっていうかキャラクターを動かしてどうこうするゲームをほとんどやってないんで、まあ大丈夫なゲームの中で出会った可愛い女の子が実は僕だっていうことはありませんよっていう話です。まあそうだな、モンスターハンターとかだったらね、僕パチオじゃないですか。だけど僕のプレイヤーネームパチコなんですよだから名古屋界隈でパチコさんっていうのはまあ割とね、知ってる人、まあ多分ね100人ぐらいはいるんじゃねえかなっていうまあ十何年前の話だけどね、のはあったんだけど、まあね、他のゲームではその名前も使ってないんで、本当に実は僕でしたっていうのがあるかもしれないんで、まあ皆さんね、ネカマには気をつけてください。あんまりチヤホヤしてもね、男の子がね、画面の向こうでね、ニヤついてるだけかもしれませんので。はい、ということで終わりにします。はい、以上、パチオでした。